FC まばりのカナイが行かないと。皆さんこんばんは。 FC 今治のカナイが行かないと、パーソナリティのカナイ良一です。この番組は今治市に本拠地を置く FC 今治のカナイが楽しく選手を交えながらお送りするはちゃめちゃでラフな番組やったな。前回は、背番号2番富田選手、背番号14番中川選手に出ていただきました。まあ、彼らは、京都サンガ時代に、同じクラブで、共に戦った仲間であり、同じ埼玉県出身などいろんな、ね、地元の話だったりとか、彼らのプライベート、ゴルフが好きだったりとか、そんな話を、たくさんしていただきました。前回の、ね、放送聞かれてない方はぜひ FC 今治 YouTube チャンネルからご視聴ください。さて今回もゲストを交えて放送していきます。まあ、3週連続で、今シーズン、ね、新加入選手ご紹介してますけれども、この放送というか収録はね、キャンプ前に行ってまして、この放送は2月23日ということで、ちょっとタイムロスありますけれども、ぜひよろしくお願いいたします。じゃあ早速呼びたいと思います。背番号16番、滝本春彦選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ラジオって出たことある？いや、ないです。ない、初めてです。そのテレビとかは？テレビはあるんですけど、こういうラジオは初めてです。いや、どっちかというとそういうなんかテレビもちょっと硬いサッカーの話みたいな感じ。そうですね。なるほどね。はい。でもこれはほんまに毎度毎度言うてんねんけど、はい、ほんま暇で暇で仕方ない人が聞く番組やから、ああごめんなさい、こんな言うと怒られるけど、本当に楽しくね、やりたい番組なんで、はい、肩にもし重いもん乗ってたらもう取り外していただいて、はい、もう何しながらでもいいんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、もう一方、背番号4番、ふけのりき選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ラジオある？ないです。ない？初めてです。はい。テレビとか？テレビもないんで。本当？はい。でも二人ともさ、いわゆるあんまり今治に愛ない二人が来てくれたちょっとちょっとちょっと。期限付き、一日一日、はい、これから好きな。そうだよね。チリツモです。でも、今までそういうのって、クラブでそういうラジオとか番組とか持ってそういうの出演とかないの？持ってないか、あんまりそういうのって。いや、なんかコロナなったタイミングなんで、僕コロナなったんが、そういうの一切なくなっちゃいましたね。あ、そっか、はい、コロナなってからプロになってるってことは、そういう応援とかそのスタジアム内のその歓声とか聞けない中でプレッシャー、ファンサービスとかも一回もない。ないんや、はい、そうなんや。ある？僕はあるっていうか、あるか、そろそろありますね。高卒で7年目なので。なでもそういうの番組とかはなかったの？テレビは、ああそうか、はい、ちょいちょい、その時柏レイソルいたんで千葉テレビの収録とかあったんですけど、こういうラジオはないです。あ、そうなんや。あの、緊張してる？いや、ちょっとない。嘘つけ本当。あ、ぜひね、はい、いろんな質問もありますし、まあざっくばらんにいろいろ話したら、うんと思ってるんで、ぜひよろしくお願いします。お願いします。2人ともこれ年齢一緒、はい、年一緒なんや。で、今までは接点あったん？ここクラブ来て初めて。いや、小学6年いや、中学じゃん。それはいいっすね。盛りすぎ。いや、中学1年、いや違うよ、小学生。小学生、どっちでもやん。小学生です。これは本当に自信持って反省ます。小6とかその辺で1回な、なんか何回か。僕は知ってた感じですよね。そう、僕も知ってたし。あ、そうなん。それなんでしょう。だって出身もさ、だって、あ、ごめんな、ちょっと一回飛ぶわな。二人ともなんて呼んでるの？あ、僕は春で。春。はい。もうノリで。ノリ。はい。みんなから春とノリって呼ばれてんの。はい。そうですね。あ、なるほどね。女の子からノリピーって言われてる。ノリピー。それどうでもええけど可愛いな。可愛いな。あ、女の子からも大体ノリピー。まあ、はい、それはもう別に呼んでとか言ってないんで。あ、本当。ほんでだってノリピーはさ、三重し、俺はノリピーって言っていいの？だって三重出身、え、三重出身、三重です。でろ、はい。で春は茨城やろ？茨城です。はい。どこで接点あるの？私小学校が。なんかその僕は小学4年生の時にレイソルのジュニアチームに入ってて、うん、で
ノリが名古屋の、うん、グランパスのジュニアやって、あ、なるほどね。それで試合とかでちょくちょく会ったりして、でもあれか代表かとか、あ、代表とか初めましてして、まあ、そこで喋ってみたいな。でそっからユースとか高校生になっても試合して、その会ったらまあ会話してみたいな。そう、うん、そうですね、はい、なるほどね。まさかじゃあこのクラブで一緒になるなんて、いや、びっくりしました。いや、びっくりしましたね。え、それどのタイミングなん？そ、なんか行くわって連絡とか普段はそんな取らない？ツイッターで知りました。僕はインスタですけどね。あ、そう。ツイッターとインスタで、はい、行くやんで連絡、はい、はい、いや、知らない。それでも知らない、はい、ツイッターとかインスタでこう情報知ったとしても、はい、連絡取らずに、はい、この今治に来て、もう久々やな、8年ぶりとか。そうです。だから連絡だからあれですよね、フケが大学行ってたからね、うん、なんかその期間も全然なんか会う機会もなかったんで、はいはいはい、なんか連絡とかも全然取ってなくて、あ、本当、はい、どうなの、8年ぶりに会って。いや、変わんないですよ、全然変わんない、全然変わんないですよ。変わんないってなんだ。いや、いい意味ですよ、いい意味ですよ、うん、なんか昔っぽい、なんか、あ、本当、身長も変わ、変わらんの、小学校から190、小6で190じゃない、まあでも中学とか、そうだよね、最後のなんか印象からはなんか変わんない感じですよね、フケ、うん、の、まあこういうサッカー街もサッカーのところも、うん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 、って感じですけどね。え、そのノリは、はい、ノリ、はい、変わってるな。変わってんな。ノリとあの春が混じってもらった今。春は昔からでかいん、はい、でかいって言い方大きかった、ね、大きかった。ずっと背の順は一番後ろですね。前になったこととかないですね、はい、でも小学校から結構大きかった、大きかったです。でキーパー始めたのもなんか、はい、もう小学校からやってる、小学2年生ですね。からもうキーパー、はい、サッカー始めて2ヶ月後にはもうキーパーやってました、ずっと。ほんま。すごいね。それなんか、はい、フィールドがいいとかさ、はい、フォワードやってみたいとかってそんなのなかった？いや、なかったっすね。なんか、ほんま、もちろんなんかやら、自分でそういうフォワードやってたっていうよりはなんかやらされて、うん、なんかいろんなとこやってみろみたいな、はいはいはい、感じでやらされてた感じで、うんうん、でもなんかちょっとフィールドよりキーパーがいいっすみたいな、なんか決めるより止めてる方がかっこいいっすみたいな、なるほど、感じで。あ、そう。はい、ノリはキーパー、ノリもキーパー実は。いやいや、全然キーパー無縁なんですけど、うんうん、はい、小学校6年の時の身長がもうこれやったんで、ほんまにもう印象が多分これなんやと思うんですよね。ううもう、じゃあ小学校で結構体出来上がってた、出来上がってました、ね、細かったっすけどね、さすがにそういうところは。今は結構ええ体してんの？いや、まあ、それはすごいっすね。それはって、あの、もう顔も決めてたよ。分かんないから、それは顔も。あ、そう、だって170だって5ぐらいあるんやろ。ありますね。それ小学校からあった？ありました。もうめっちゃ大きい、これ一切動いてないです、はい、でももうちょっと大きくなれたらとか思ってた。いや、ありますね、もうちょっと欲しかったですね。なるほどな。で今治来て2人でなんか食事行ったりとか。行きました行きました。あ、行くん？早速、はい、早速、まあ、独身だし。そこ、独身だそうです。アピールしとくわ。で今治来て2人ともその飯行って、なんで変わってないなみたいな感じで、うん、これでも2人ともさ、やっぱりこう、まあ、言い方これ、あれ、まあ、今治でももちろん活躍を、まあ、みんな願ってるしするんだと思うんだけど、まあ、お互いこうね、こう期限付きで来るってなった時に、なんかどういう思いとか、例えばこう、ね、徳島にでやりたかったとかさ、まあ、レイソルとか、まあ、元のクラブ、所属クラブにこうやりたかった、まあ、移籍って結構いろんな葛藤とかあったと思うんだけど、そういう話し合いとかしたん？そんなんはせん、熱い、熱すぎる。そこまでは、そこまでめちゃくちゃ熱い話はしてないですけど。あ、本当、うんうん、2人とも今治来てどう？ほんで楽しいです、本当に。あと人が温かいですよね、うん、なんかいろいろそういう定食屋さんとか行った時とかにもなんか温かくしてもらったりね、よくしてもらったり、うん、よくしてもらったり。もうじゃあもう行くとこもう顔バレしてない、もう選手、あ、そうか、そういうところに行ってるってことか。あ、そうですね、なんかロッカー隣の人とかに、はいはいはい、うん、紹介してもらったお店とかに行ってるんで。なるほどね、はい、2人とも飯とか作るん？いや、全然です。え、まあ、全然です。そう、作りそうなの？全く。あの、ハロは作りそうにないけど。いや、ちょっと見た目の問題ですか。ノリちょっと作ったりしそうだけどさ。全くっすね。ノリはなんかイタリアン作ってそうですけどね。マジ、うん、だってトミーお菓子作る言ってたで。え？いや、引いてるやん。いや、彼は嘘ですね。なんかインスタとかでそういうの見て、作れそうと思ったらなんかチャレンジするって言ってた。そうですか。まあ、じゃあ。そう、狙いに行ってる。そうですね。そうですね。狙ってます。女子受けを。ほんま。はい、全く作らへんの？全く。今までは？
そう徳島いる時とか大学の時はまあちょっとああそうか、はい、激安のなんか激安のね激安の野菜炒めみたいなね、はい、あ分かる分かる、そんなもんですね。あほんま、じゃあもう定食屋で選手、他の選手と既存の選手とかと行ったりすんの今あんまり、うん、ある、あります、はい、ちょくちょく誰と長いの僕ろか隣安藤なんですよ。でかいな。そうなんですよ。2人ちょっと狭いな。でかいやつが並んでるんですけど、そう安藤とはなんかいろいろ、それこそ温泉とか、うん、なんか安藤に連れてってもらって、うん、いいねみたいな。まあご飯屋さんも行ったりしてるですね。はいはいはい、で安藤は年を何歳？一緒？一歳ですね僕。安藤下なの、うん。なるほどね。そうですね。安藤は、うん、あの温泉行ったら絶対いるんですけど。絶対いるよ、ね。それねあの。選手からじゃないところからも聞く、はい、安藤温泉に絶対住んでんちゃうかみたいな聞くよほんまに絶対すごいんだよな行ったら会う大体、はい、あそうね、はい、すげえサウナから出てくんだよねいつもめちゃくちゃ出てくる、ね、えどれ他っていうかその僕行くな聖あの聖郷とか、うん、ドヒョンとかああかすかね上は、うん、年上の人行かんなんか結婚してる人ばっかね、うん、そうかそうかそうか、はい、なかなか僕らの上多分ほとんど結婚してへんそうっすねじゃあやっぱなんか気使うし、はい、先輩から誘われたら行くけど、はい、そうっすねなるほどねなんか今治来てこの人すごいなとかこの人思ってたよりめちゃくちゃアホやんみたいなあるいや誰かないや駒野さんがめちゃめちゃ足、うんあの歩くも遅いねそうね困っためちゃくちゃ困ったやし、うん、もうケツで歩いてるみたいな感じだねなんかそうですかねそんぐらい確かにそれは僕とふけ君のあれですね駒野さんの後ろ歩いてて話だもんね、うん、駒野さんめちゃくちゃいやいいんですけどあれ駒田なんだっけ、めちゃくちゃ駒田さんどうせなんかサッカー見てんじゃん動画駒田さんずっと動画見てへんいやえゴルフの動画をずっと見てるおばさん好きやもんなそうなんだ僕らもめっちゃ好きでゴルフそうなんですよ、ね、え前回の放送の風木も好きってだし、うん、トミーも好きってだけどあの二人より上手いです俺あ本当、うん、あの二人むちゃくちゃゴルフ好き言うてたよな調子なんか京都の時かないつか分からへんけどほんま調子良かったら週1回行くぐらいほんまに好きって言ったえ二人とも行くのいやもう週に行ってます、ね、いやどの週に選んでってんのいや、ま、本当に行ってましたね徳島の時ほん、ま、みんなしてたやってましたあのやってる人多いよな、はい、でも今治ってそんな多くなくない分かんない、 いやなんか今年多いみたいであ今年入ってきた選手ね、はい、そうなんや今治ではまだ行ってへんまだ行ってないです、ねうん、でずっといつからやってんの僕、3年目ぐらいですかねあ今年であ本当はあ、全然まだまだですけどもっと上手くなりたいですねサッカーもゴルフもゴルフ好きなのえどんぐらいでもあるの言えるんベストは94ですえすごいベストですこれは96ですおほんま、はい、じゃあ彼ら2人は100前後っていうもうそうやって言う時代終わりました、ね3桁か。3桁は言わなかった。もうあかん。それゴルフしてるって言ったらあかんやつ。やったことあるやったことある。やったことある。そうね。もう週2に行くとまあまあえぐいな。すごいね。それでも今もちょっとなんかなんならちょっとゴルフちょっと久々にやりたいなと思ってる。めっちゃやりたいですね。うん、あほんま。めちゃくちゃ好きやん。いや趣味やっぱゴルフな。はい。そうですね。ゴルフ以外ある？何やろ。でもそんなゴルフ好きそれしか思い6月から始めてもうその半年間はずっとやってましたほんま6月でこの前の6月、はい、めっちゃハマってるやん週にいてもあそれでも半年で94までいってるすごいよ、ね、96までいってんのよいや行き過ぎてはいそうなんかもっと馬なるはずぐらいですよ多分ほんまやったらはいへえいや結構行ってるな3年やんな3年ですよいや僕だってそんなに1週間行ってないし言い訳ですけどいやいや言い訳じゃないよそんな時間見つけて行くのもすごいけどすごいよね、まあ、時間の使い方がうまいってことでいいポジティブナイスじゃあちょっとあの、はい、曲の方行きたいと思うんでこれはどっちが紹介してるんだノリがじゃあ、はい、タイトルコールお願いします、桑田佳祐さんでスマイルはい桑田佳祐さんのスマイルでしたこれなんでこの曲をあるなんか東京オリンピックのあれ、うん、テーマ曲やったんで、うん、すごいなんか自然と耳に入ってきて、ねはい、印象にあった歌やったんで普段は聞かへんもんな
普段まあ、まあ、そういうとこださ。なんか試合の時とかさ、あのこの曲聴くとか、まあ、曲じゃなくてもこれ絶対するみたいな、なんかルーティンみたいなある？ノリある？俺？あのノリ、まあ、いいよ。え俺？僕あれですかね、やっぱり試合の前々日、うん、2日前は絶対うなぎ食べてますね。あそう。はい。力尽きにいってんの。そうですね。なんかなんていうの、そういうルーティーンっていうより験担ぎみたいな。なんか一回それでやって、うん、調子良くて試合に勝てたんで、うんうん、ちょっとなんかいいものはそのまま残しておこうみたいな感じで。2日前にうなぎ食い。2日前なんですよね。ええー、なー、はあ。うなぎ食いだなって聞いた。そうですね。なんかキーパーとかやったら、うん、まあ、キーパーの経験がないからあれなんだけど、なんかすごいなんかこだわり強い人多いイメージあんねんけどさ。はい。それ以外になんかあんの？俺これキーパーやからこんなこだわりあんのかなとかさ。いやー、そのテーピングのメーカーとか。あ、そう。もう旗から見たら全部同じじゃんみたいな感じで思われるんですけど、うん、いやちょっと違うんだよっていう。あるんや。ありますね。なるほどな。あとなんかそういうグローブのサイズの、うん、多分人によっても違うんですけど、うん、あのピチってつけた人もいれば、うん、ブカってつけた人もいるとか、うんうんうん、まあ、そういうのは本当キーパーのこだわりのところなのかなっていうのは。なるほど。なんかキーパーグローブつけるときもなんか左からつけるとか。あ、僕絶対右からじゃないとダメ。あ、それあるめっちゃあるやん。スパイクもそうです。でもスパイク左から履けないっす。履けない。履けないっす。あ、そう、うん。履かないじゃなくて履けないっす。あ、そう。え、紐も右から全部。あ、もう全部そうですね。右左で靴紐右左でグローブ右左で右左でビリ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 みたいな。じゃあピッチ入るときは右足から入るとか。いや、それはそんな関係ない。関係ないか。あ、そうそうですね、まあ、そんぐらいですかね。いや、そんぐらいってまあまああるよ。めちゃくちゃあるよ。いや、あるよ。ありますね。え、ノリある？いや、俺ちょっと絞り出して、うん、2日前になんかサウナ好きなんでもう入るとか、そんぐらいですね、本当に。あ、本当。ほんまそんぐらい。すごいですね。なんかないの、そう、なんかスパイクどっちから履くとか。いや、どっちでもいいですね、マジで。マジで可愛いな。今なんかもやもやしそうだけどね。え、マジどっちでもいい。でも、ね、まあ人によるはね、なんかそうやってこう神経質って言い方あるけど、そういうルーティン作った方がいい人もおれば、なんかルーティン入れるとちょっとなんかこういろんなものをやらないといけないことに なんかなってやりづらかったりもすると思うけど、なんかあんのかっこいいけどな、欲しいやな。作ったんや。作ります、ね、じゃあ一緒にうなぎ食べに行くってことですか。ああ、いいね、いいね、いいね。でもそうなったらサウナ連れて行かれて、2日前サウナ行くから、めちゃくちゃ汗かかされるっていう。そう、なるほど、ありがとうございます。ちょっと質問いくつかたくさんいただいてるんで質問いきたいと思います。ラジオネームこねこねこさん、はじめまして。福選手、滝本選手にそれぞれ質問です。今治で特に意識している選手は誰ですか、理由もお願いしますというメッセージですけども、うん、まあ、意識してどういう意識かはまあそれぞれだと思うんだけど、うん、はるか言う、まあ、意識って考えたらじゃあライバルってことですか。うん、まあ、それでもいいし、まあ、じゃあまあ、僕の場合じゃあそれで答えさせていただくと、うん、まあ、そのトップチームの選手だけじゃなくて、うん、もう今治のアカデミーの選手も、うん、あのキーパー、うん、まあ、もう全員僕のライバルだと思ってるし、うん、まあ、そういう下のカテゴリーの選手からも学べるし、うん、まあ、多くのことを学べるっていう部分では、あのトップチームの選手だけじゃなくて、うん、もう全員がライバルだなっていうのは思ってますね。なるほど、はい、めっちゃかっこいいこと言うやんっていう横でノリがもう半笑いやで。俺そんな言えへんじゃん。いや、もうそんなん絶対言えない。ノリは、僕は、まあ、そのライバルとかあんまあれなんですけど、うん、同じ、まあ、右左違いますけど、駒野選手がまあサイドバックとして一緒なんで、うん、なんかこう練習のからなんかすごい吸収できるものあるなと思って、うんうん、見て、うんうん、結構見てます。どうなん、なんかここやっぱすごいなとか、なんか今までねチーム一緒じゃないからさ、はい、いろんなもん見えてくると思うんだけど、ここすごいなとか、ここは俺の方がみたいなとか、それは恐れ多いんで、 あれなんですけど、練習とかでもやっぱなんか止めてきるのパスとかトラップっていうのはめちゃくちゃ本当にうまいですね。なんかもうスタッフの人もそうパスコンの練習、パスの練習の時にもう駒野さんをこうちょっと駒野さんみたいな感じで読んでお手本みたいな感じで選手にみんな見せるぐらいやっぱすごいうまいんですよね。まあ、まあ、そうか、今もちろんねワールドカップ出てる選手だから、まあ、そういうのもいろんなもん学べると思うけど、はい、うん、ここはいや俺は俺のここを見ろと。え、逆にあそういう言い方じゃなくて、例えばこう自分の特徴みたいなのはどういうところをこういろんな人に見てほしいとかある？はい、いや、まあ僕はやっぱこうスピードを生かした
まあ、プレイヤーやと思うんで、うん、まあ、歩くスピードは勝つかなって。うまいとこ持ってたな。そこはね、そこは、はい、後ろ歩いてても遅いなと思うぐらいやから違うんですけど。やばい、なるほどね。ありがとうございます。じゃあ続いて、はい、ラジオネーム鈴葉さん。滝本選手、福家選手こんばんは、徳島から福家選手のことを応援しています。福家選手のユニフォーム、タオルも購入できたので、コロナがもう少し収まったら夢さんに応援行きますということで、今治の生活慣れましたか、はい、っていう質問ですけど、どう、すごいなんか徳島と似てる雰囲気が、うん、今治市にあるんで、なんか全然なんか違う県に来たなみたいな感じもあんまりないというか、はい、なるほどね、住み慣れた感じですね。なるほどね。ある？いや、もう柏に住んでた時こんなすぐ近くに海とかなかったんで。あ、そっか、逆に楽しいですよね。そうやんな、うん、確かに海とかさ、はい、こうフラット行ったりとか、そうっす、めちゃくちゃ距離あったんで、高速乗っていかないといけないぐらいの距離だったんで、ね、でもこっち来て下道でこんな近くにあるって考えたら、なんかめちゃくちゃ新鮮だなっていうの。確かにね、はい、海とかそういうのなんか景色とか好き。あ、好きっすね。あ、好きなんや。ちょっと好きです、はい。あ、そう、じゃあちょ、だからゴルフ好きなのかな。あ、それもあると思う。あるか。なるほどなるほど、はい、ありがとうございます、はい、ちょっとね、まだまだ行きたいところですけれども、そろそろお時間となってまいりました。今後もね、選手交えて放送していきたいと思ってますけれども、今回、お二人にね、チェキに、チェキ写真にね、サイン入れたチェキの、プレゼント2名様ですけれども、厳選なる抽選の結果、ラジオネーム鈴葉さんとゆうゆうさん、おめでとうございます。今回もね、たくさんのメッセージ本当ありがとうございます。僕も選手も、しっかり読ませていただいておりますので、引き続きメッセージくれたらなというふうに思ってます。最後にお二人からイカナーの皆様にメッセージ。イカナーっていうのは、だいたいラジオのことをリスナーって呼ぶと思うんだけど、うん、ラジオを聞く人のことね。これ、カナイがイカナイトという番組のもと、イカナーと呼ばせてもらってるんで、イカナーの方々にメッセージをね、それぞれ欲しいなと思うんで、じゃあ、ノリからいこうかな。はい。今年は、J2 昇格に向けて、チームみんなで頑張りますので、必ず昇格できるように、頑張ります。はい、ありがとうございます。なるほどね、なるほどね。何でもよ、あるじゃあお願いします、はい、まあ、そうですね、今回こういう、まあ、初ラジオということで、うん、まあ、しっかりその爪痕残せたどうか分かりませんけど、残ってる残ってる、ちょっとまた呼んで、新しいことをね、うん、なんか新しい発見だったりっていうのを次のラジオでまたいろいろ話せたらいいなと、ぜひ思ってます。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。次回の出演者は、また追って、ご連絡したいと思ってますので、メッセージまたお待ちしております。それでは次回もお楽しみに。お二人、今日はありがとうございました。ありがとうございました。君を